ジョン・ヘンリー・ニューマンは19世紀イングランドの神学者でイングランド国教会の司祭からカトリックに改修して数奇教となった人物である。2010年9月に列服され、副社2019年10月成人と認定されたロンドンに生まれるオックスフォードでイングランド国教会の司祭を務めていたが、イタリア旅行から帰国後の1845年に、 カトリック教会に改修、最終的には数奇教になった。当時オックスフォード大学では宗教に関して激しい論争が繰り広げられており、フランス革命の影響を受けた啓蒙思想に対し保守派は反発していた。ニューマンもその一人であった。ニューマンの基本的主張は、イングランド国教会は初代教会以来の使徒的伝統を継承するものであり、 ローマカトリック教会とプロテスタント教会の中道を歩む唯一の神聖なる教会であるという点にあった。ローマカトリック教会ももちろん伝統的な教会だが、中世以降、様々な迷信、腐敗のうちにあり、過度な教皇絶対主義によって古代教会以来の権威を継承する資格を失ってしまった。プロテスタント諸派は、 宗教改革という歴史的事業に着手したにも、かかわらず、古代教会からの使徒的継承性を放棄したために、やはり神聖なる教会としての資格を失っている。その点、イングランド国教会は、宗教改革を経験しつつも、古代からの使徒性を正しく受け継いでいる。このようなニューマンの理解は、おそらく彼が、ローマカトリック教会に展開し、 数奇教となった後にでさえも変わることはなかったであろう。しかしながら、当時のイングランド国教会自身が国家の言いなりに陥っていることを批判して、オックスフォード運動を展開した。進学の研究を進めているうち、カトリック教会に惹かれるようになり、改修するに至った。第一バチカン公会議の際にも、ニューマンは教皇不可伏説を全面的に擁護した。聖公会において、 神徒の役割が重視されていたのに対し、カトリック教会における神徒の地位の低さと教育の、なさに愕然としたニューマンは、教会は、聖職者と神徒との共同体であるとの信念から、神徒に対する尊敬と理解を示し、教育のある神徒の重要性をことあるごとに説いた。こうした、ニューマンの考えは、第二バチカン公会議の理念の先駆とも言い得るもので、あったが、当時は、多くの非難、 批判にあった。1991年にはその業績を称えて、尊者として認定されており、2010年9月の教皇ベネディクト16世の英国公式訪問の際に列服された。教皇ベネディクト16世は、列服式の説教において、ニューマンの神徒教育論について指摘している。二千十九年七月一日、ジョン・ヘンリー・ニューマン数奇教を含む五名の副社の、 劣勢が決定した。教皇フランシスコは5名の副社の劣勢式を10月13日に取り行うことを発表した。2019年10月13日、バチカンサンピエトロ広場で他の副社4人と共に劣勢された。ありがとうございます。